中年からずっと一生懸命仕事もおろそかにしながら仕事の夜だったのかな、一生懸命水遣いのために尽力をされました。そして、私たち本当に39鶴丸高校球界卒水遣いは彼に対して感謝を持って黙祷を捧げ、そして私たち球友が本当にこの年になりますと本当に寂しくなる年齢でございます。それに対して黙祷を捧げたいと思います。ご起立お願いします。黙祷。お直りください。ありがとうございました。